さっき自由になるって言ったんだけどね、自由になる前提で ほら彼こう止まってたらやられちゃうの。だからなんかやり続けたらやられちゃうの。あ、やられちゃって終わっちゃうんだよね。だから自由になるためには自分の状態と相手の状態を把握してなきゃいけないわけ。あのちゃんと見てるってことね。で、あのいつも自由って。で、逃げる人いないんだけど、逃げるって前やった時に逃げる人いないんだけど、みんな技に行っちゃうんだけど、技やって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 、これ待ってんだ、ほら待ってんだよね。だから彼は受け身の人だから、あの攻撃はしてこないけど、鳥の人はそれに気づくっていうのが大事なの。これ来ちゃう、このまま行ったら来ちゃうの、必ず来ちゃうの。だから自分のこと状態、それから相手の状態で、それを見るのが稽古だからね。あのこう来て、あ、こう来た来ちゃうんだよね、な、技に行ったら。だからさよならって逃げたの。当たっちゃう、殺されちゃうから、殺されちゃうから逃げるっていうのは、そういうのも手の一つなので、あの、まあ、形としてはね、こうやっつけちゃったよ。それから塩を投げ、あの彼は待っててくれるっていうの、受け身の立場だからね。あの相手の人は大体待ってる、技をやるときに何か待ってるのかって、待ってるんだけど、やられちゃってるんだよね。やられちゃって、本当はやられちゃってるの、本当はこうやってやったらやられちゃうの。だからこういうとこ、こういうとこ、こうなんていうのかな、自分の状態とかちゃんと分かってないと、ほら、分かってるからこうできる。そういうふうにやってほしいのよ、そういう稽古をしてほしいのよ。あの怖い、技の稽古じゃない。うわ、形だとこうなっちゃうんだけど、こうやってやった瞬間に来ちゃうからね。だからちゃんと資格を取りましょうね。で、相手おへそが向こう行っちゃってるから、この手使えないでしょ。この手両手で持っちゃってるから、まあ片手でもいいんだけど、持っちゃってるから彼は攻撃できないの。これね、防御反動としてこうやって自分を防いでくるのはできるかもしれないけど、で来たら このまま落としてくれば落ちちゃう。そういうふうに相手と自分のことを気づくっていうのは練習だから、そのためにやってほしいんですよ。あの技の練習、こうやっていくらうまくやったってもらっちゃったら終わりなんだから。だからね、後ろに入って、それから塩投げ、後ろに入ってったから、まあ、まあそういうふうにねやってほしいんで、そういう考えてほしいの。だからこうね、離れてもいい。でこうね、攻撃が来ないように、これが大事だから、一番大事なことなの。攻撃もらっちゃってのに技やっちゃったって言ったらどうしようもないんだから、だから攻撃をもらわない位置、それで技ね、こう技、それで手法投げって形があるのね。合気道の前の段階を言ってんのね。だから この手、合気道の技でこの手いったらやられちゃうんだから、もうだから合気道の前なの。合気道を習う前、もうみんな分かってんだよね。技やったらやられちゃうのよ、こうやってやったらやられちゃうのよ、やられて待ってんだよ、これほら待ってんだ、この手足とか。だから来た時に資格入ってさよならって、それが大事なの。資格入ってさよならとかね、資格にずっと入れるんだったら資格、ほらおへそが向こう向いちゃって、彼反撃ね、待ってればボカってこういうふうに重心戻してボカってくるのだけど、おへそが向こう向いちゃった瞬間だったら僕は何でもできるの。反撃の余地がないようにしたいの。だから転換からやってんの。転換ってのは一番大事なの。来たのをさよならって、彼はここ取った、ここ僕が例えば取りに来たら次こういうふうにやりたいの。だからこの手は向こうへ出して僕のおへそをこっち向けなきゃいけない。そうそうすると僕は何もできないんだよね。ヨロヨロになっちゃったんだよ、おっとっとんだよ状態。そこをなんかやったの。そこを反撃して、次の反撃をするためには僕はこの手を緩めて、よいしょって重心を戻してから来なくちゃいけないのね。こういうふうに出ちゃったんだから、
出ちゃった、あ出ちゃった、そしたら許し、もう重心、この力抜いて、力抜いて重心戻すって、それが次の手段だよね。でもそれさせないの、させないで合気道の技でやっつけちゃったって、そういうふうにやりたいわけだから、戻されちゃったら終わり、やられちゃったら死んじゃったら終わりって何度も言ってんの。死んじゃったら終わりだから、合気道どころじゃないの、命がないんだからね、そういう話それでいろんな技があるの、それでそれを学びなさいよっつって、開祖がそういういろんな形を残してくれたっていうから、まあ気象同士とかね、いろいろみんなができるようにね、いろんな合気道の形を残してくれたので、まあ今四方投げと一挙やったんだけど、ここに行ったらダメなの、これダメなの、これダメなの、これこれ掴まれたら次引っ張り込んでボカってやられちゃうんだから、だから転換、最初にやってる転換関係ねえんだよって、さよならってお前来たんだけど、ここに来たら関係ねえんだよって、さよならって、そういう風にしたいの、自由なので、自由を求めてるのね、やられないために。で彼も自由なの、彼そういう話だからね。でじゃあ何よ、こう小手返しで反撃されないの、反撃されないようにやってほしいの、反撃されないの、されない、さよならでもいい、それから手があったらこれ戻ってきて、この次ここに来たらこれ来たのね、蹴りが来るの、あやばいんだよ、だから資格もらったらすぐここ反撃もらう前に、もらう前に落としましょうねって、そういう話、落としましょうねって、そういう話、そうするとなんだっけな、あの小手貸しの技になるのね、でこ真正面に、真正面でこ例えばね、こうやって真正面で来ると、彼はこの手とかこの足使えるの、だから真正面じゃなくてちょっとこっち押し、隅落とし、ここここに落とした方がいいんじゃないですかって話、そしてテクニックがあるわけで、もその前にこうやって手に行っちゃったらやられちゃうの、どこやってもやられちゃうの、こっちやったってやられちゃう、うわーやられちゃうんだよ、だからあの相手の反撃をいつも感じてるってことね、それが稽古だから、それが練習だから、いつも反撃の方が大事、反撃が来ないように、来ないところで自分が自由、そしてこう落としたいの、落としたいの、落とすの、何しろ落とすので、攻撃が来る前に落とすの、落とすので、押さえてので、やばかったら逃げるね、やばくなければこうやってひっくり返してこうやってね、そういう話、そういう話で、じゃあ小手返し形あるから、じゃあ小手返しやってみましょ う。今までは転換ってね、転換ってのは転換やられた時には、だから転換でこう持って、僕が持ってね、持っていった時にここにいたらやられちゃうの、やられちゃうの、ここにいたら転換やめたって、ほらやめたんだよね、僕がやめることもできるの、でも受け身だからこういうふうに持ってんのね、こうやってこうでおへそが外れた、それですぐ下落とした、落として、そうそうそう、そう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 、そういうふうにやりたいのね、これが小手返しっていう形だから、やられないことが前提だから、やられない、相手にやられない、相手にここに来たら、手に行ったらやられちゃう、こう行ったらこう行って後ろ入ってんだよ、でも向こうに行ってんだよ、それいいよ、したらいや、そうこう来るんだから、だからこの手に行ったらやられちゃうの、ほら腰回してきてやられちゃうの、だからやられないのが前提だからね、こうやって切れたらすぐ下に落とす、そういう話、それが小手を返すより大事、それであの墨落としだとかいろいろ技があるんだけど、まあいやなさあ、そういう話ね、だからやられるって、いや、やられるって喧嘩じゃねえんだからあれなんだけど、やられないようにする、学びで、あね、こうしたら向こうで、この手大へそ向こう向いてる、だから来ない、でも待ってりゃ来る、
でも待ってる間に落としちゃう。反撃が来ない。そういうふうにやりたいのね。もう何度も言ってますけど、そういう話。で今度は何があった？今度はいや、このままこうまっすぐ。これ一番簡単。こう来て後ろもらったの。まっすぐ上げるの。まっすぐ。それ出てきちゃう。何もしてないの。転換してこの手をまっすぐ上げてきたの。ただそれだけ。転換あちらへどうぞやって、あちらへどうぞやったらまっすぐ上げるの。それで場所もらった。場所何も考えてないんだけど、まあああ、ちょっと待って。そうそう。ちょっと下がっちゃったね。ちょっと、こうやって。わしろ、これね、見える?これね。そしたら、この手はまっすぐ上げてくる。こういうふうに。ただそれだけ。で、自分の姿勢、大丈夫。姿勢大事。そういう話ね。いろいろありますよ、いろいろ。こうやって来てね、今みたいにこういうふうに出てきてるのもいいんだけど、こう来てこういうふうに来て、これ全部同じ形。みんなここの中心を守りながら、相手の、自分と相手のいい場所に入るっていう話。こう来たらまっすぐ、ほらまっすぐまっすぐまっすぐ。足動いてるよね。足や僕の足、決して止まってないの。こうやって来てさ、止まってると横がっちゃうから、こうなっちゃうから、バンやっても、彼が強かったら行かないの。でも自分がこういうふうに動いちゃってる。それでほら隙間見つけてっから、彼が動いてるのね。自分はなんていうの、自分も動いてるんだけど、自由ってこと。あ、大丈夫。腰が自由ってこと。あ、自分向か自由ってこと。自由に動いてるってことね。それ大事だから。じゃあやってみよう。初めの時にさ、自由さよならって、それでいいしね。こうやってったら、自分が不自由、これ受けてね、倒そうと思ったら不自由でしょ、自分が。こうやって彼一生懸命受けて、こうやってこうブロックしちゃったんだから、こうやって。だから自分が自由なの。ほら、自分が自由だよ。こう自分が自由なところに出てきたから倒れちゃったって、そうにやりたいわけよ。あんなに歩いてんだよね、すごく。自由のために歩いてんの。ここでやったらカチンカチンでこうやったら固まっちゃってんだけど、自由のためにやってんだからね、合気道をね。不自由になるためにやって、形覚えると不自由になっちゃうの、みんな。形覚えてこうやって、くしょを投げて、不自由になっちゃうの。不自由のためにやらないでほしいのよ。自由のためにやってんの、自由のために。これ塩投げ、こうだよね、塩投げ。自分がさよなら塩投げね。ここでやったら不自由だよ、すごく不自由で、こう来るんだよ、来るね。でもほら足何にもしてないので、勝手に彼が倒れたというふうにやりたいわけ。自分が自由のために彼が勝手に、彼も自由なんだけどね、彼も自由を追求してる。僕も自由を追求してる。で、受けの人も自由。だから、殴るのもいいんだけど、待っててくれてんの。受けだから、受け身の役目だからね。バーってやってんだけど、待っててくれてんの。でも、最初のうちは、それやんないと、待っててくれないと、最初は形わかんないから。だから、最初やってんだけど、まあいいや。そして、じゃあ今度はさ、こう、例えば僕が受け身の場合は、こうやってって来ていなくなっちゃって腰がこう出ちゃったのが一つね。それから引っ張り込んできてボガってやる。これ引っ張り込んできてボガってやりたい。そういう意図があるでしょ。で、その時に引っ張り込んで、僕が決断して引っ張り込んでくるわけ。彼が決断して引っ張り込んでくる。そう。彼の決断に任せてたらやられちゃうの。だから決断した時に、引っ張り込んできた時にこう裏入ってきてる。合わせてるって、合わせ。で、それはせんでもらわないとダメなの。引っ張り込んできた時にこういう、ほら。引っ張
張り込んできた時、引っ張り、彼はこの手を、そうそう、使うために、この手を使うために、この手を使うために引っ張り込んでくる。そういう形ね。まあ難しい、結構難しいんだけど、そういうふうに引っ張り込んでる。引っ張り込んで、引っ張り込んでるのを利用して、引っ張り込んでくるのを利用して、いろいろ技をやる。引っ張り込んでくるのを利用して、引っ張り込んで、こっちの反対の手、この手使いたい。そのために引っ張り込む。そう。ブロックしてるね、ブロック。で、足来る。足いいよ。やべ。ね、その時にこういう変わってる。そういう話。じゃちょっといろいろ、まあ、引っ張り込む。あ、まあ、受け身の人大変だけど、まあ、ちょっと難しい。受けの人は引っ張り込んでくるの。引っ張り込んできた時に、こういうのね。これが引っ張り込んで来た時を利用してるっていう。そう一挙の形で、それが前、なんていうの、せんでもらうっていうのが前提。せんでもらうとこう、彼が引っ張り込んでこようとして、決断してこう手を出してくるんだよね。手を出してきて引っ張り込むね。引っ張り込むのに合わせてこう、そうすると三挙の形。それからこっちへ入れれば一挙の形。こう引っ張り込んで、そうこう来ればいいね。こちらに入れば、なんていうの、こういう形。こちらに入ればこういう形。彼が決断してから来るわけじゃん。それだから線だってわけ。合気道は線ですって、みんなね、線です。5になって引っ張り込まれたら終わり。やられちゃうの。だから決断した瞬間、外に出て、三挙。決断した瞬間に内側に入って、そう、ね、二挙。そういう話。で、決断して引っ張り込もうと思った時に、線の学びをしてほしいわけ。そう。で、この必ず引っ張り込んできた時には、この手来るね。だから外側に最初から入って、そうするとこの手来ない、足が来ない前に後ろもらってるって、資格もらってるって形。引っ張り込んできたんだけどね。よくこれやってみようか。これ三挙ね。こう入ってきて、こう三挙まっすぐ下、そしてこうでね、じゃあ3球。ちょっと難しすぎる。引っ張り込もうって、彼が決断して引っ張り込んでくんだよね。で、待ってたら5になっちゃうの。5になったらやられちゃうの。だから彼が決断した時にこっち側入ったの。そうすると裏側が取れるでしょ。こう、そういう話なのね。そういうことをやりたかったんだけど、ちょっと難しいから、正面打ってくれると、これ分かりやすい。これ攻撃の形。だから、5とか線の話をしたかったのね。こうやって待ってたらやられちゃうの。あーってやられちゃうの。これ5なの。ほら。だから5に取られるのはいいんだけど、5に取られる前に自分がこっちへ入ってきた。そうすると線で取れるの。で、これも同じ。これこうやってやったら、こっちから次こっち待ってんだよ。こっち経緯待ってんだよね。これ5だから。だから彼が決断して振りかぶってきた時にここに入ってんの。そうすると当たらないの。自分が。こうやって上がった瞬間こう入ってんだから、ほら。これで止まってんだよね。止まってこっち入ったの、こうやって。そして下落とした。それだけの話。だからこうやって上がってきた時に、ほら。それでこれ、手あるよね。手をこう、持ってきた。それだけの話。だから、それで一挙の話があるの。だから、一挙の時は、5になったら終わり。5になったらもう、5になったら、ああ、やれちゃう。次待ってんだ。
やられちゃうんだな。だから一挙の時は上がった時にこうに後ろもらうとか、前もらうんだったらこうに入ってくる。上がった時に上がる前って、上がって決断して上がってきた時、上がってに合わせてこうに入ってくる。そういう学びね。5になったらこれ後ろしか行けないの。後ろしか行けない、後ろしか。こういう話だから。じゃあ一挙少しやりましょう。どうぞ。